伯備線は、岡山県倉敷市の倉敷駅から新見駅を経て、鳥取県米子市の伯耆大山駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。山陽地方と山陰地方を結ぶ、引用連絡路線の一つであり、中国山地を越えて、鳥取県の西部と岡山県の中部を結んでいる。引用連絡路線では、初の全線電化や改良工事が行われ、複線区間が存在し引用連絡路線では最も運転本数が多い。倉敷駅信号駅間は、高橋川水系、上、石見駅伯耆大山駅間は、日野川水系に沿って走行し、曲線と急勾配が多い。また、引用連絡路線では、美祢線と並ぶ数少ない幹線であるが、旅客輸送実績では、特定地方交通線に該当していた、美祢線が、貨物輸送実績を基準にして幹線になった経緯を考慮すると、事実上唯一の幹線と言える。倉敷駅信号駅間は、JR 西日本岡山支社が管轄、上、石見駅伯耆大山駅間は、同米子支社が管轄している。2016年春から導入された、路線記号は、V、ラインカラーは緑色。この路線記号とラインカラーは、当初は、岡山、福山エリアとして、新見駅以南のみを対象とする予定であったが、後に山陰エリアとして、新見駅以北も対象に加えられ、事実上全線通しで適用されることが決まった。全線が IC 乗車カード、ICOCAエリアに含まれている。ただし、新見駅伯耆大山駅間は、特急停車駅のみで、乗車券機能だけが利用可能であり、ICOCA定期券は発売されない。瀬戸内海側の倉敷駅では4番乗り場から発車し、右に大きくカーブをして北上する。ほどなくして高橋川が左手に見え、新見駅まで高橋川の渓谷を遡る。総社駅を出ると谷間に入り、合計駅新見駅間は、国道180号とともに高橋川の渓谷を眺める車窓が続く。このうち、御蔵駅石蟹駅間は、高橋川が最も蛇行する区間で、伯備線もその流れに沿って運転されていたが、複線化に伴い経路が変更された。旧線跡は自転車道に転用されている。新見駅は、姫新線、芸備線の列車が乗り入れ、国鉄時代には、蒸気機関車が配置された、車両基地として、新見機関区も設けられた、交通の要衝であった。芸備線は、新見駅の2つ先の備中神代駅から、分岐している。信号駅帯上石見駅間にある、矢田峠トンネルで、岡山県から鳥取県に入り、日野川に沿って、日本海側に至る。伯耆溝の口駅を過ぎたあたりから右手には大山を見ることができ、米子平野の中を進んでいくと、米子自動車道が近づき、左に大きくカーブして、西向きに変えると、伯備線の終点である伯耆大山駅に到着する。山陽地方と山陰地方を連絡する列車として、岡山駅出雲市駅間の特急、やくも、が約1時間間隔で1日15、往復運行されていたが、2021年2月より、約2時間間隔で1日8往復に、減便されている。また、東京駅出雲市駅間の寝台特急、サンライズ出雲が1日1往復運行されている。いずれも伯備線の全区間を経由する。普通列車は新見駅で運転系統が分かれているが、全線を通して運転する列車も2021年3月13日のダイヤ改正時点で上下1本ずつ設定されている。長らく伯備線のみを走行する列車はなかったが、2014年3月のダイヤ改正で備中高橋発早朝4時台に倉敷行きが設定された。それ以外の列車は、倉敷側は岡山駅、伯耆大山側は全列車が米子駅まで乗り入れる。さらに、岡山駅からは、山陽本線や赤穂線を介して、兵庫県内に乗り入れる運用があり、山陽本線は、相生駅、姫路駅まで、赤穂線は、播州赤穂駅まで、米子駅からは、山陰本線を経て、島根県の出雲市駅、西出雲駅まで直通する列車もある。普通列車の車両の夜間対泊は、備中高橋駅と新見駅で行われている。倉敷駅総社駅間では1時間に2本程度、総社駅備中高橋駅間では1時間に1から2本程度、備中高橋駅新見駅間では1〜2時間に1本程度の運転となる。編成は 2.34.67 両編成であり、2両編成の列車は一部列車を除いてワンマン運転を行う。平成初期には、新見駅岡山駅間にて、快速列車が設定されていたこともあったが、現在は各駅に停車する普通列車に格下げされている。なお、ドアの開閉は通年各駅半自動扱いとなるが、2020年4月以降は新型コロナウイルス感染症の拡大防止による車内換気向上のため、一部の列車や駅では半自動扱いを休止して自動扱いになっている。また、西温駅総社駅間は、茨鉄道の第2種鉄道事業区間で、伯備線と施設を共用しており、茨鉄道茨線の列車も運行される。ただしこの区間で、茨鉄道の列車に乗車する場合、JR の乗車券は使用できない。新見駅対西山駅間は2から3時間に1本程度の運転で、下り列車は最大4時間ほど普通列車が設定されていない時間帯がある。生、山駅伯耆大山駅間は1〜2時間に1本程度運転されている。主に、岡山支社岡山電車区所属の2両編成の115系電車を用いて、2018年3月17日ダイヤ改正時点で、すべての列車がワンマン運転を行っている。平日、土曜6時台には、新号発岡山方面播州赤穂行きの列車が設定されており、岡山支社岡山電車区所属の3両編成の115系電車が使用される。この列車は、新見駅から一旦、上、石見駅まで回送され、折り返し新郷駅まで回送されて、播州赤穂行きとなる。日曜、祝日は、新見始発で運行されるため、新見駅から、新郷駅までの回送は行われない。なお、2014年3月15日のダイヤ改正で、新見駅米子駅間の昼間と夜間の各1、往復に、岡山支社岡山気動車区所属のキハ120系、気動車が投入された。新見駅備中神代駅間には、芸備線の列車が乗り入れ、途中の布原駅には、芸備線直通の普通列車のみが停車する。生、山駅米子駅間の夕方の1往復と、平日22時台の米子発行行きの列車は、米子支社、五島総合車両所運用研修センター所属のキハ121系気動車で運転されている。貨物列車も運転され、コンテナ車で編成された高速貨物列車が1日4往復設定されている。牽引機は EF64 型電気機関車である。昭和30年代までは、伯備線内の各駅で貨物の取り扱いをしており、木材や米、麦、木炭、葉タバコなどが大阪、神戸などの関西地区へ発送されていた。また、新見市内の駅から、セメントや精鋼用性石灰などが発送されていたが1986年までに廃止された。伯耆大山駅は、山陰本線所属駅のため、伯備線所属駅での貨物の取り扱いはなくなった。定期列車のほか、東海道本線、山陽本線に、普通区間がある場合に、貨物列車の迂回経路として利用されることがある。1995年2月11日から3月30日までの間、阪神・淡路大震災による普通区間を迂回する形で、吹田操車場西岡山駅間に、福知山線、山陰本線と東路線を経由する貨物列車が設定された。2018年7月の西日本豪雨の際には、山陽本線の一部区間が不通になったことに伴い、同年8月28日から、伯備線、山陰本線、山口線に迂回する貨物列車が1往復臨時運行されることになった。同年9月30日に、山陽本線の最後の普通区間である、三原駅白市駅間が開通することになったため、迂回貨物列車の運行は9月28日に終了した。しかし、山陽本線は台風24号の影響で2018年9月29日に柳井駅下松駅間が不通となったため、同年10月5日から再び、伯備線、山陰本線、山口線経由の迂回貨物列車が運行されることになった。同月13日に山陽本線が全線開通することになったため、迂回貨物列車の運行は11日に終了した。1982年の全線電化後も、米子側の区間列車、非電化の井原鉄道井原線や、芸備線に直通する列車などで、気動車が使用されている。JR 西日本岡山支社、高梁市、ヤマト運輸、晴れの国岡山農業協同組合及び JR、サービスネット岡山は、2021年7月29日から、伯備線で毎週木曜日に、農産品の貨客混載事業を行っており、旅客列車を使い高梁グリーンセンターから輸送された、農産品が、岡山駅構内、産直便、マルシェコーナーで販売されている。北側は、計画段階では、中国鉄道によって、堺、米子から根羽、40曲峠を経由して、津山線との接続から岡山に至る計画が提案された。他にも玉島、倉敷から新見、上、岩見、二部を経由して米子、堺に行くルートも提案されるなど南北において、地元政治家、有力者による誘致合戦が過熱を帯び、特に鳥取県日野郡は、郡内でルートが分かれていたため地域を2分する誘致運動が展開されたが、結局中国鉄道に対して免許が交付された。しかし、日露戦争後の景気低迷などによる資金難のために計画が頓挫。鉄道員は40曲峠の南高寺箇所を除く、伯耆対山根羽間を軽便鉄道として、根羽線という名称で国費で建設することを決めた。その工事中、引用連絡線として、本格的な鉄道建設の計画が持ち上がった。岡山側の大原孫三郎、鳥取側の北京善作らの陳情活動により、倉敷分岐となり、1918年に、伯備線と改称して、本格的な鉄道路線として、現在の路線で建設することとなった。伯備線の建設は、南北から進められ、最初に開業したのは、北側の伯耆溝の口駅伯耆大山駅間で1919年のことである。1926年に、足立駅まで到達した。南側は1925年に、倉敷駅宍粟駅間が、伯備南線として開業。以後順次延伸され、備中川茂駅まで開業したのは1927年。伯備両線の工事は、新見駅郊外で合流し、備中川茂駅新見駅足立駅間が開業し、全通したのは1928年のことである。ローカル線規格の併線として建設され、急行、千鳥で、定期夜行列車が運行されていた、木次線や、芸備線と比べると、引用連絡路線としては重要視されていると言い、難い状況だった。しかし、山陽新幹線の新大阪駅岡山駅間の先行開業が決定すると状況は一変、岡山駅と米子、松江、出雲市方面を短絡するルートとして整備されることとなり、まず、急行、大山を前身とする急行、沖の格上げでキハ181系による特急、沖が新大阪駅から、伯備線経由で設定され、山陽新幹線岡山駅延伸開業後の1972年に、岡山駅発着の特急、やくもに建て替えるとともに、優等列車が増発された。さらに一部区間の付け替え、複線化などの改良整備が行われ、1982年の直流電化とともに、振り子式電車381系を投入。この時点で、新幹線開業前から運行されていた、急行列車がなくなった。改良が行われる一方、険しい中国山地や新見駅周辺の当てつ渓谷を貫くため単線区間や急カーブも随所に残り、振り子機構を持たない。普通列車は、備中高橋駅以北において、しばしば時速 60km 制限を受けるなど、高速化の障害となっている。なお、利便性向上のため将来的にフリーゲージトレインの導入が検討されていたが、多額の整備費をかけても時間短縮効果が見込めないことが判明し、導入を断念した。白備北線白備南線白備線全通以後、国鉄分割民営化以降便宜上、末端部の全旅客列車が乗り入れる山陽本線岡山駅、倉敷駅間、及び山陰本線伯耆大仙駅米子駅間も合わせて記載する。白備線内の駅のうち、下記の駅以外は無人駅である。ありがとうございます。